クラちゃん、ハロウィンなんかしました？ハロウィンは何もしてないよ。なんかしたの？何もしないですよ。あ、俺だからハロウィンの歯抜いてたか。歯ちょうど抜いたんだよ。みんながなんかすげえ血とかこうやって垂らしてる時に俺本当に血垂らしてます。口甘。でもさ、あれ次の日のニュースでなんか渋谷を汚したハロウィンした仮装の人たちがボランティアでゴミ拾ってたけどさ、それ取り上げて若者たちがいいことやってるよってアピールしたいんだろうけど、うん、一人一人のモラルの低下でしょ、ね、そんなみんなが捨てなかったらそんなことしなくてだから。いやでもゴミ問題はいつでも取り上げられてますから。でなんで大人が仮装すんの？子供のためのものでしょハロウィンって。確かに飴もらいに来るんですよね。もらいに来られました？誰かに。いいえ。でも近所の仲いい、仲いいですね。仲いい、仲いいけど、俺だってここにいたし、子供たちが活動してる間、いないから家に。ここにいたんです、うん、何もなかった。デザート。最後にスーパーカップ。ほら、触ってください。めっちゃ柔らかいから。開けてごらんなさい。でも、取れますよ。え、スーパーカップって今そんなのついてんの？そうなんですよ。前ついてなかったよね。ついてなかったです。これ多分ついてるのは1年前ぐらいか2年前ぐらいかったからもう一本。ああ、柴咲コウが宣伝してるハーゲンダッツのこのジュクジュク具合と一緒だ。同じっすよ、だから結局味も多分。ラクトアイス。ラクトアイスって何？うん、抹茶だ。そろそろね、スポーツを起こすかな。うん、うまい。甘いものでさ、最後ジャスミンティーってすごい大人じゃない？アリエッティ違う、誰？俺か、俺だ。そうですね、髪こうやって俺だ。顔開ければ俺だ。たまにそれ動画撮ろうとして動画になってることありません？取りすぎ。いっぱい撮れた。じゃあ、視聴者プレゼントですね。ごちそうさまんさ。カバース。袋ないの、なんか。探してこよう。出てくんだけど、ここシール貼ってんだよな。すごい。すっごいジャリジャリ言ってる。すごいジャリジャリ言ってた。すごいジャリジャリ言ってたよ。大丈夫？大丈夫です。おなった。あ、ダメだ。今サムネ撮ってんすよ。さっきのところでよくない？どこ、いつですか？これ 10% が 10% がフォーカスして高橋さんがボケる方がいいんですよ。俺が顔描くじゃない。はい。オーケー。満足した？満足です。じゃあ。じゃあ、来週もまた見てください。来週。来週じゃねえか。毎日やってるからな。明日。お疲れした。お疲れ様です。あまり長口が。